はい、どうもゆたです。本日はですね、こちらバネ、車庫調のスプリング交換をするんですが、バネレートアップをちょっとします。で、自分ね、車庫調ね、関係は一切ね、触ったことなくて、今までいろんなことやってるんですけど、やったことないんで、ちょっと初めての挑戦でやっていきたいと思います。で、やっぱりタイムアップするには、やっぱバネ変えたり、あのアライメント調整したり、減衰変えたり、ちょっとやっていきたいんで、今まで、あの、一回もそういうのをやったことないんで、調整幅もいろいろあるし、伸びしろもあると思うんで、調整しながら、ちょっとタイムアップを狙いたいと思います。で、今回仕様変更で、フロントが今ね16キロ入ってるんですけど、前18のリアが20にしていきます。で、アライメントは後日やるんで、とりあえずバネ交換っていう感じでやっていきます。はい、ちょっとまあ詳しくは作業しながら、ちょっと喋りながらやっていきます。車庫調だいぶちょっと汚いんで、ちょっとお掃除して、これが、スプリングシートとかロアシート回りやすいように、ちょっとラスペネでも拭いてやろうかなと思います。ここもちょっとお掃除しようかなと。はい。で、今回ね、裏技っていうか、フロントに関しては、あの上のアッパー取って、ちょっとささっと交換する方法をやりますんで、で、ここをいじんなければね、車高は変わらないんですが、ただちょっとバネレートアップということで、プリがかかると、車高が上がります。で、プリも調整したいので、本当にバネ交換だけだったら、ここのロックシートとかスプリングシートはいじんなくていいんですけど、ちょっといじろうかなっていう感じでは思ってるんで、ちょっと一回、まあとりあえずバネ交換して、その後もう交換しちゃえばここいじるだけなんで、はい、なんでちょっとアッパー取ってやっていきます。で、あとこんな感じに落っこちないように、下はジャッキかけてあります。で、まずアッパーから12ミリです、ね、スタビリンクを抜いてから下ろします。まずこちらの減衰ダイヤルを取って、で、こちらを回していきます。で、本来これ共回りするとあんま嫌なパーツなんで、ここにロックがあるんで、ここ押さえながらスパナとかメガネで回すんですけど、ちょっと裏技でインパクトでパパッと回しちゃえば共回りしないんで、インパクトでパパッと、で、このままの状態だとインパクトこう刺さんないんで、ちょっと下ろしてからこう下にこれが行った状態であれば、ここにインパクトがこう入るんで、それで回します。
いしょ。はいはいはい。でこちらだいぶ汚いんでお掃除していきます。でパーツクリーナー吹きっぱだとちょっと油分飛んじゃうと思うんで、なんか潤滑剤ちょっと刺しといてあげるといいんじゃないかなって思います。僕はラスペネで、もともとこのスプリングシート緩めるのに刺してあるんですけど、最後にまたちょっとこっちも汚いんでお掃除しときます。あとこいつも一応お掃除しときます。一応こんな感じになってます。はい、そしたらですね、こちらの16キロから、こちらの178ミリ、まあ7インチの18キロ、ちょっと文字消えちゃってるんですけど、バネに変えていきます。超絶勝て。このもうダストフーツダメだなこれ。よいしょ。はい、もうちょっと掃除しよう。はい、じゃあ今回は18キロにします。こんな感じで、はい、よし。で組み終わったんだと締めていきます。はい、で今組み上げ終わりました。でね、プリの方はねちょっとかかってるぐらい、こんな感じ。まあまだうん、ちょっとかかってるぐらいで、今ここが 3.7 で、向こうがね 3.6 だったんですよ。ちょっとこっちねいくつか測り忘れちゃったんであれなんですけど、でもこれで左右の車高、まあ、車高どうなんだろうね、同じプリロードにはしたいんですけど、まあ、車高調整今度アライメント時やるかな。とりあえずプリはこんなもんにしとこうかな。向こうと変わってないんで、向こうがどんぐらいかちょっと測ってやってみます。で 0G だと5センチぐらいありました。で今 3.7 ぐらいなんで、1.3 ミリ、 1.3 センチか、ミリちょっとプリをかけてる感じです。であんまり伸びすぎてもっていう感じではあるんで、でリアの方が結構バネでと4キロぐらいアップするんで、そんなにフロント伸びなくてもいいのかなっていうのもあって、もう、まあ、めんどくさいっていうのもあるんですけど、とりあえず今回はもうプリはこのまんまで
行きます。はい。今18キロ入って、気持ち車高上がったかな。もうあんまり低いの好きじゃないんで、まあちょうどいいかな、これぐらいで。はい。で次は後ろをやっていきます。まあ多少馴染んで落ちるとは思うんですけど。フロント終わったんで次リアですね。まず上のアッパーのところを取っていきます。しかも取ったら見てよこれ、割れちゃってるわ。意味ねえじゃんこれ、ほぼ。はい、まずね車高調を取るんですけど、車高調だけだと取れないんで、ロアーム、リアのラテラルリンクを外していきます。でなんで根元側かっていうと、根元側はピロなので1G締め、1G締めしなくていいので、僕はちょっとこっち側を外していきたいと思います。エンドの方はブッシュなので、それでちょっと今回はこっちにしました。あとレベライザーと車高調かな。上はもう緩めてあるから。レベライザーじゃない、これスタビリンクだ。スタビリンクも僕ピロなんで 1G いらないんで、あー手が痛い。見て、よいしょ、抜けた、よいしょ、さあおいで、ああおいで、はい、よくできました。はい、取れたんで、今回でバネがね後ろだけちょっと6インチになりますんで、プリが絶対変わります。で今結構縮まってます。でねリアもね、結構浮いちゃってイン側がインリフトしてしまってっていうのもあったりするんで、ちょっとそれも対策しようかなと思って、リアヘルパーをねなるべくちょっとプリかけないで使おうかなって思ったんですけど、フロントがね結構、18になって上がるんで、フロントダイブがちょっと少なくなることによってリアが浮かなくなる方向にはなるんで、ちょっとあんまり、まあ、多少やっぱプリかけたいなっていう方向で今思ってるんで、ちょっと後ろのプリはどうしてもいじろうかなと思います。ただ車高はあまり変えたくないので、車高はそのままで
プリ、これと同じぐらいのプリをちょっと測ってつけようかなと思います。ただバネが硬くなるので車高を上がる方向に向くので、はい、ただちょっとフロントヘビーにして、あの、前下がりにしての方が車の動きちょっといいかなって思ってるんで、まあリア上げる方向ではいるんで、まあいいかなという感じです。よいしょ、まず減衰を取って、よいしょ、よし、これで掃除するんで、そこまでスキップします。ほんでじゃあちょっとバネを20キロ、152の20、6インチの20キロですね。 ID65 です。ブーツ取んなきゃよかった、これ。これ入れてね。ああ、嘘だろ。危ねえ。ああ。よいしょ。で今締め終わりました。これでちょっとここの、プリロードをね、調整していきます。よし、じゃあちょっと緩めていきます。一発だぜ。これを回していきます。緩いから手で回るね。で、ここね、3点、見えてるか、ここヘルパー 3.5 センチにしたいので、もうちょいだね。あ、ちょっと縮めすぎたか。あ、いや、いい、もう気持ちぐらい。ぴったり、これで決めちゃおう。じゃあ
よし。あとは閉めるだけで、これあんま閉めすぎるとまた次ね大変なことになるんで、これぐらいにしとこうか。よし。でヘルパーが 3.5 の、ここ全長が変わってないはず、 26.3 だったかな。26.3、 はい、変わってないです。なので、あの車高は、あのあくまで車高は長さ、ケース長は変わってないんですけど、ただここのプリの分バネが硬くなってるんで、あの車の重さでね、16キロと20キロだとどっちが沈みますかっていう、着地した時に16キロのが沈みますよね。なんでちょっと車高はその分だけ下がるんですけど、こっちは20キロ入れたんで、あのその分沈まないんで、多少は車高上がると思います。でも車高リアを上げたかったんで、ちょうどいいかなと思ってます。はい、そんな感じで、とりあえずちょっとじゃあ戻していきます。あ、そうそう、で今回6インチにすることによって、あのバネの長さでやっぱり同じ硬さでも長い方がしなやかです。一巻きに対しての沈む量っていうのはやっぱ長い方が少ない、こっちの短いバネの巻き数の方が多く力が、負担がかかるので、まあ悪く言えば乗り心地が悪い、あのよく言うと機敏に動くという感じです。そんな感じで、まあ、あのサーキット向けの人はそういうセットしたり、まあ乗り心地よくしたい人は長くしたりとか、そういうバネの使い方もあります。でここのプリに関してもやっぱ乗り心地には影響してくるんで、まあそこはね、いろいろ、僕はサーキット系なんで、もちろんあんまりしなやかすぎてもね、だるいんで、動きがちょっとレスポンスを求めてっていうのもありますし、まあリアが沈みすぎるとフロントが浮いてプッシュアンダーだとか、そういうのもあるんで、今回はリアを硬くしたっていう感じの意味合いで、ちょっとバネの変更はこんな感じで、でまたちょっともう手持ちが18、20しかないんで、これ以上増やすんであれば、ちょっとバネをまた買い替えて硬いの入れてっていう感じでセッティング出していきます。であとはね、バネ変えたら、キャンバーとか等調整、そちらでもセッティングできるんで、まあ、今シーズンに向けてはこのバネでとりあえず行ってみて、あとはアライメントでちょっと調整していこうかなと思ってる次第です。でバネ変更によって減衰のね、スピードとかあの強さがあるんで、そちらもちょっとマッチングするかっていうところを、ね、4キロも上げてるんでありますんで、ちょっとそこは乗ってみないと何とも言えないんで、ちょっとこれで走ってみたいとは思ってます。で来週アライメントもちょっともうちょっと過激な方にするんで、それでちょっと足回りはとりあえず完成するかなという感じです。割れちゃったとこはちょっとこのスペーサーで補強っていうかしときました。まあどんだけ変わるか、まあ一応ね、動かないっちゃ動かないんだけど、まあ手で動くレベルじゃやばいけど、まあ一応あるよりないよりあった方がいいかなぐらいな感じです。はい、今付け終わりまして、リバウンドストロークもどんぐらいだろうね、ちょっと前がどんぐらいだったか測ってないからね、まああれだけど、で一応ちゃんと元に戻して全部確認してます。あとは下ろしてどんぐらいリアが上がってるか。はい、今下ろしたんですけど、まああんまり多分変わんないね、車高で。これね、荷物が今乗ってるんで平行ぐらいに見えるんですが、それかちょっとリア下がりぐらいに見えるかな、こんな感じで。
でちょっと車高に関しては、まあ、荷物を全下ろししてから、まあね、走る状態にしてからちょっと車高を合わせようと思ってるんで、ちょっと来週ねアライメント取りに行くんで、その時車高調整してやろうかなという感じで思ってます。はい。あとその曲がる時に、あのダを入れた時に外にワンこう一回沈み込む感じのがだいぶ減ったんで、それの気持ち悪さがなくなってだいぶすっきりした感じでいい乗り味です。車高もどうかな、多分前とはほぼ変わってないね、多分ほぼほぼ。ちょっと荷物減らすとリア上がるんで、こんなもんだね。あ、ほぼほぼ変わってないっす。てな感じで以上です。